どうも、大島康之と申します。このチャンネルでは僕が気になったエンタメニュースに関して台本なしでつらつらと喋っていくんですけれども、まあ、今回は正直大したニュースではないんですが、非常に興味深いなという現象だったので、話していきたいと思います。何の話かというと、コムドットという YouTuber のグループがいまして、僕はもう本当に申し訳ない。これは知らないことを自慢するわけではないんですが、一本もちゃんと動画を拝見したことはないです。なんですが、最近グイグイ来てるなっていう、話は、オールラウンドなエンタメ YouTuber の人気者っていう人たちには、僕は本当に疎いんですけど、にも耳に入ってくるぐらい、すごい活躍してる方々だっていうのは、知っていました。で、その人たちが30人で、とある、YouTuber の人の誕生日会をやっていて、31人でやっていてっていうので炎上した、もう本当に1ヶ月ちょっとしか経ってない、タイミングでまた炎上したっていう話があり、まあその炎上自体は正直どうでもいいんですよ。で、それについての謝罪がちょっと面白いなっていうふうに思ったので、それを喋っていきたいと思います。で、その炎上自体はさ、なんか地元のコンビニで騒いでいたかなんかで、それをですね、フラッシュという雑誌の、窓口にリークされて、こいつらが毎日のように騒いでいて、たまに警察に指導を受けてますみたいな、リークが来たと。で、それは事実であるという、ことなんですよね。それだけの話。で、それについて、YouTuber の人を叩いたりとかするっていうのは、僕は結構やべえ。スタンスだなっていうふうに思ってて、それは近隣住民の人に謝れば済む話なんですよ。で、なんでその人たちが、じゃあ、公に謝罪しなければいけないかっていうと、その人たちも何かこう案件とかをやっていて、スポンサーとかがいたりする場合に、スポンサー一人一人に謝るのではなくて、まとめて謝るっていうこともあるし、ファンの人に謝るっていうのは、例えばファンの人が、コムドット好きなんですって周りに言ってくれてると、応援してるっていうことを言って布教してくれてるっていう状態だったはずなわけですね、今まで。なんだけど、コムドットっていう名前がこう一人歩きして、Yahoo ニュースとかに出て、YouTuber にもともとあんまりイメージいいものを持っていなかった年長の人たちですね。親世代の人たちに、うわ、ほら、あんたが言ってる、この子たち炎上してるじゃん、最悪ね、みたいな、ことだと、そのファンの人たちが傷つくじゃないですか。せっかく今まで応援して布教してたのに、いや、ほら、お前が言ってるやつ、やっぱ悪いやつだったじゃん。っていうことで、ファンの人に謝ってるってことですよね。だから、ファンの人とコムドットの関係、それから近隣住民とコムドットの関係だけなんですよね。解決するべきは。それ以外の人がやいや言う話では全くないので、ただただ、うわ、YouTuber って悪い奴らなんだってコメント、とかツイートとかしてるような人たちっていうのは、もう自分の中の加害意識ですね。いじめ、根性っていうものとちゃんと向き合って、そこは治療した方がいいですよっていう、のは思いますね。うん。文句はあんまり言うもんじゃないと思いますよ。こういうことに関しては。で、で、しかもさ、割と自業自得な部分っていうか、彼らは、もう僕はすごく疎いんであんまりわかんないですけど、どちらかといえば健全な YouTuber っていうよりかは、柄が悪いですね、マイルドヤンキー。地元の悪くてかっこいいあんちゃんたちみたいな感じで、自分たちをブランディングしてたわけですね。で、それって、まあ、裏を返せば、すごく簡単に株を上げることができて、なんならちょっとだけ慈善活動とか寄付とかをするだけで、あんなに柄悪いのに本当はいい奴らなんだってなるわけですよ。で、その振りとしてやってんじゃねえのっていうふうに思うじゃないですか。あんなに頭いい企画とかいっぱい出してどんどん登録者伸ばしたりできるんだから。で、割とこう、なんだろう、ヒカルさんとか、レペゼン地球 DJ 社長さんとか、そういう人たちはそういうことまであざとくやる。なんかゴールまで見えてるっていう感じがしますよね。実際にそういうことをやったりして、たまに株をバーンって上げたりするんだけど、いや、振りと同じことをオチにしちゃってますやんっていうことですね。その、悪そうで柄悪そうなのに柄悪いっていう、その、自分たちの行動が答え合わせになっちゃってるっていうところが、まあ、うん、その柄悪い人たちを見て、なんとなく気分悪いなって思っていた人たちが、ほらーっていう風に、すっごい言いやすい事件だから、話題になってるだけで、全く大した話ではないですね、これはね。っていうのは大前提。で、何が面白いかっていうと、その中のメンバーの、まあ、おそらくこれリーダーなのかな、僕本当に疎いんで、申し訳ないですけど、リーダーの方がインスタライブで謝罪をしました。で、メンバーの一人一人も、インスタのストーリーですね、24時間で消えてしまうですね、このプロフィールの丸い画面のところをポンって押すと見える、ところに、こう一枚の紙みたいな感じで、真っ黒な中に白い文字で、謝罪文を載せたんですね。で、これが、ま、完全にコピペだっていうことで叩かれていたりとかするんですけど、まあ、彼らが言いたいこととしては、まあ、たった2点
で、そこで別にわざわざ文章にして書く必要もないような事件だと思うんですよ、僕は。なんだけど、彼らとしては、あ、これすげえ燃え広がっちゃったなっていうことで、正式な謝罪をしているというポーズを取りつつ、自分たちの言い分も通したいなっていう上で、のことなんだけど、もう動画にしたりすると、動画を削除しただなんだとか、動画のコメント欄開けてないじゃないかなんだとか、動画の評価欄を、バッドがいっぱいつくからグッドも見えないように全部閉じちゃってるじゃないかとか、いつもやってないことを変更、することに対しての、まあ、反応しやすさっていうものが生まれてしまうと思ったんでしょう。なので、インスタグラムストーリーという自動的に24時間消えるシステムの場所に自分たちの意見を置いたわけです。で、そのリーダーの方も、インスタライブという、ところですね。で、多分アーカイブは残してないと思うんですけども、基本的にはファンですね。前のめりの人たち、すごい前のめりの人たちしか見ないところにリアルタイムで謝罪を、したという。で、ここの部分は結構正しいというか賢いなと思うんですが、僕はその内容がすごい面白いと思ったんですね。うん。という話がこの動画の本題です。ちょっと読み上げようかな。なんか一応ここにスクショとかで貼ろうかなと思いますけども、今回週刊誌に書かれていることに関して事実確認を含め皆さんにお伝えしたいことがあります。まずはじめに近隣住民の方に迷惑をかけてしまったことに関して反省しております。今回僕たちが集まっていたのは普段僕たちが利用している地元のコンビニで地元の友達と会ったりいつも利用してきました。しかし報道のようにパーティーや夜会ではありません。6月の騒動後メンバーで話し合い反省をして気をつけて行動しておりましたが地元のコンビニであることもあり気が緩み近隣の方に迷惑をかけてしまいました。今後は地元の皆様に迷惑のかかることのないようメンバー一度気をつけていきますという、まあ、文章なんですけど、インスタのストーリーとして見ると、まあ、普通かなっていう若者が書くものとしては普通かなと思うんですけど、この文章が切り取られて一人歩きしてるわけですよ。で、Yahoo ニュースに載ったりとか、Twitter で Yahoo ニュースに載ったものがツイートされたりとかしてるわけなんですけども、一見さ、こう、真面目な文章の謝罪をしているように見えて、すごく稚拙な、めちゃくちゃな文章なんですよね。で、その文章っていう、ちゃんと謝りますっていう、体裁を取ったがゆえに、まあ、普通の芸能人の文章による謝罪とかだと、見たことないレベルの、ちぐはぐな、ぐちゃぐちゃな、めちゃくちゃな文章、ということになってしまっていると。つまり、体裁を他の、一発の芸能人の人たちと揃えたばっかりに、クオリティの差が逆に目立つという、ことになっちゃってるわけです。で、これね、別に本当にバカにしてるつもりとかはないんですけど、面白いなと思ったのは、この人たち自分たちで事務所をやってると、いうことなんですね。で、マネージャーみたいな人はいるっていうふうに言ってるんですけど、多分本当に仲間とか友達とか、後輩みたいな人たちを雇っていて、いや、これ文章、これ大丈夫ですかみたいな。これ、なんか、ここ直した方がいいですよ、みたいなことを言ってくれる人が周りにいないと。で、普通、ちゃんとした事務所だったら、その芸能人よりも社会経験が豊富で、正式な書類を読んだりとか書いたりとかしてるのが普段の仕事っていう、人が、いまして。で、例えばそれがホームっていう名前だったりとか、顧問弁護士っていう名前だったりとかして、とにかくその普段から契約とか、正式な謝罪とかを読んでる人っていうのが、多分ね、こういう不祥事の場合には一目見るんですよ。一目見て、本筋は変えずに、句読点の位置とか、手におはとか、改行とか、例えば、言葉の主語と述語が合ってない場合にそこをいじったりとかして、これでいいって、芸能人本人に戻して、芸能人が、綺麗な文章になってますね。ありがとうございます。じゃあそれでいたしましょうっていう、ことは絶対やってるんですよ。それをね、そのステップを経てない。そのステップを全く経てないんだけど、形だけ芸能人が文章で謝罪するっていうものを、見てきた子たち、方々、なんでしょう。の結果、非常に恥をかいてると思いますね。うん。で、インスタのストーリーって別にさ、その開業とか独特だし、ここで見たら意外と違和感ないんですけど、Yahoo ニュースの他の文章がしっかりと、ライターとか記者の方が書いているものに、中にね、こう、鍵かっこつきで乗っかると、なんだこのめちゃくちゃな文章は、と、なぜこれを出したんだっていう、気持ちになって僕は衝撃を受けました。うん。で、具体的にどこがおかしいかっていうと、句読点の位置っていうのが、事実確認を含めっていう挿入句をここに入れるんだとしたら、事実確認を含め点って入れるべきですよね。っていう感じで、これ、会場が、句点として機能してるんですよね、多分。だから今回、週刊誌に書かれていることに関して、点
ていう意味なんですよね、多分ね。なんだけど、事実確認を含め皆さんにお伝えしたいことがありますまで入れたところで、含め点で多分字数がちょっとずれちゃったとかなのかなとは思いますね。インスタで書いてるんだと思うんですよね。ちゃんとした文章でメンバー間でやり取りしてこれでいいってなった後にそれをインスタにコピーするんじゃなくて、インスタのストーリーで直接書いてるんじゃないかなっていう感じがします。イメージね、これは妄想考察ですね。で、まずはじめに点っていう意味なんでしょうね、多分ね。近隣住民の方に迷惑をかけてしまったことに関して反省しております。これはまずはじめにと反省しておりますがちょっと変ですね。反省してるっていうマインドと、この部分に関しては言い訳させてくださいっていうマインドっていうのは、同時に並行しているはずであって、それに前後はないわけですよ。で、まずっていう前後の、接続詞っていうものが入ってきた場合には、まず述べるっていうだけなわけですよ。いっぱいこう並列しているトピックがある中で、まずこれを述べさせてくださいっていうわけですよ。でも、反省していますっていうのは、これが走っているこの線自体のことなので、まずはじめに近隣住民の方に迷惑をかけてしまったことに関して反省の弁を述べさせてくださいとか、まずはじめにをまず取るか、どっちかですね。このまずはじめにと反省しておりますが対応してないのがすっごい気持ち悪いなって思いました。近隣住民の方に迷惑をかけてしまったことに関してとても反省しております、深く反省しておりますとかから入るのがいいんじゃないかな、ここはね。で、今回僕たち、これもや私たちの方がいいと思いますね、こういう形式の謝罪などとしたら、が集まっていたのは点、ここは点が入るんですね。まずはじめに点の意味で開業してるわけじゃなかったってことですかね。ここは点はない方がいいですね、他の部分はないんだから。今回僕たちが集まっていたのは、まあ、今回私たちが集まっていたと報道されたのはとかですね、普段私たちが利用している地元のコンビニであり、地元の友達と会ったり、いつも利用してきました。すごく口語的な文章なんですよね。興味深い。普段、点がいいですね。普段、今回、私たちが集まっていたのは、点。普段、で、これね、なんだろう、前後関係わかんないんですけど、その、ヤマトさんっていうリーダーの方がインスタライブしてるのの切り抜きみたいなのを僕 YouTube で見たんですけども、それの喋り方と同じ、その喋り方というか論理展開と同じなんですよね。だからその、これを見ながら喋ったのかな？しかし、報道のようにパーティーや夜会ではありません。しかしっていう接続詞も変なんだよな。どう直したらいいんだろう、これ。今回私たちが集まっていたと報道されたのは、地元のコンビニです。そこは普段、難しいな。何が言いたいのかよくわかんないんだよな。要は、その、不要不急のパーティーをしていたわけではなく、通常通り使っていた生活の一部のことでしたっていうことを言わなければいけないんですけれども、この文章だけだとちょっとそこが背景がよくわかんないんですよね。なのでここは丸々書き換えないと厳しいかもしれません。今回僕たちが集まっていたのは普段から私たちが利用している地元のコンビニでした。地元の友達と会ったりなど、地元の友達と会ったりっていうのの必要がないよな、ここ。いつも利用してきましたもん。そこを丸々カットにしましょうか。今回私たちが集まっていたと報道されたのは、普段から利用している地元のコンビニであり、僕たちがが2回あるから変なんだ。今回私たちが集まっていたのは、普段から日常的に利用している地元のコンビニであり、報道されていたように、パーティーや夜会などの、イベント的な集合ではありませんみたいな感じかな。一文切った方がいいか。今回私たちが集まっていたのは普段から利用している地元のコンビニです。報道されていたようにパーティーや夜会などのように積極的に集会を開いたわけではありません。そこはご理解いただきたく思いますみたいな。あくまで日常の延長の中で利用している一風景を切り取られてしまい、不要不急の集会をしているように思われたかもしれませんが、みたいな感じで続け、詳しく書いた方がいいですね、ここはね。すいません。うまく修正できないわ、ここ。で、6月の騒動後、6月の騒動っていうのもなんか変だよな。6月の、メンバー間でですね、普通ね、話し合い、点を入れるべきですね、これ、ね。反省をして、メンバー間で話し合い、点、反省をして、点、気をつけて行動しておりましたが、地元のコンビニであることもあり、
地元であることもありでいいですね。コンビニいらんで、ここね。6月に報道があってから、メンバー間で話し合い、反省をし、その反省を踏まえて、気をつけて行動してきましたが、地元であることもあり、気が緩み、近隣の方に迷惑をかけてしまう結果となりました。かな？うん。今後は、地元の皆様に迷惑のかかることの、かかるようなことのないよう、ようながいらんな。今後は地元の皆様に迷惑をかけないよう、メンバー一同気をつけていきますじゃなくて、参りますの方がいいですね、とかね。うん、まあまあ、本当に、一条は万事こんな感じで、直すべきところが大量にあり、その、有名人の謝罪でこういうのを見たのは僕は初めてだったなっていう感覚がありましたっていうだけの話です。はい。大した動画ではないんですけども、皆さんはどう思いますか？まあ別にいいんですよ。この騒動自体は僕は何も大したことじゃないと思うんですけども、あ、なんかこう独特の働き方というか、独特の発信の仕方をしてる人たちって、あ、独特のこういう、なんだろう、ある意味ちょっと恥だと思うんですよね。ちゃんと文章を、長い文章を読んだりとか書いたりとかしてきた経験がないんだけれども、それを真似しようという意欲とか、謝罪文っていうのはこういう風に書くんだっていう、なんとなくの雰囲気だけがインプットされている状態で、生半可に、そのスタイルだけ真似し、で、しかもそれをこう、うまく支えてくれる、人事体制が周りに整っていなかったっていうことが、いろんなことがここで明らかになってするしまうっていうことですね。面白い。ですね。面白いって言っちゃいけないかもしれないし、コムドットファンの方は、この動画見て不愉快になるかもしれないんですけど、これ現象としてすごく面白いなっていうふうに思ったので、喋ってみました。はい。こういった感じでこう気になるトピックがありましたら、喋っていきますので、この話してくださいとかコメントくれてもいいし、チャンネル登録していただくだけでもいいんで、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。